皆さんこんばんはこちらチャンネル桜北海道です本日のキャスターを務めます川田忠一でございますどうぞよろしくお願い申し上げますまた改めてですね、えー、本日は、えー、本年最初の収録となります皆さんも ですねえー、正月をお少しなられてまして今はもう仕事を始められてる方いらっしゃるかと思いますが、まあ、今年もですねいろいろと日本の独立と尊厳を踏まえた形でさまざまなことをお伝えいたしますのでどうかよろしくお願い申し上げます、えー、本日はですね気になるニュースをピックアップしながら皆さんとこれからの北海道と日本を考える番組にいたします私たち「チャンネル桜北海道は本年も一生懸命頑張ってまいります 皆様方のお支えで何とかですね今までやってくることができた次第でございますどうか今後もですねご支援または様々なご指導のほどよろしくお願い申し上げますご支援方法につきましては詳細にはですね番組の最後に掲載しておりますのでそちらの方をご覧になっていただきたいと思いますそれでは早速始めてまいります ニュースピックアップでありますけども、まあ、あの日本経済新聞1月12日付で、まあ、衝撃的な記事がございましたまああのでは出てないかな、まあ、あのご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが「生涯子供なし日本突出」ということでですねこれ一面の,あの左の方にですね、えー、記事があったわけでございますけども。 あの50歳女性のとということでした、まああの経済協力開発機構 OECD のデータベースで、まあ、最新となる1970年に生まれた女性の50歳時点の無視率を比べると日本は27%と先進国で最も高い,い、まあ、数字が出たということでございます。まあ、あの 岸田首相は異次元の少子化対策に挑戦するという形で,です、ねまあ、話をしていたわけでありますけども50、まあ、歳時点で子供がいないというのはもう生涯無視といいますかあまあチ,ャイドチャイルドレスというふうに見るんですねこの人口額というものがあってですね。でこの やはり70年生まれ1970年生まれの女性の場合日本は27%ということですからこの17か国のうちです、ね、最も高くてです、ね、次いで高いのがフィンランド20.7%でオーストラリアス,スペインと続くと。 ドイツは21%ということでありますからこれはドイツの場合は1969年生まれですねで21%ということですからやっぱりこれらを見ても27%っていうのはまあ理由としてねあの結婚困難が増加っていうのもありますしまたあの特に女性の場合ですね えー、まあ仕事を始めて、えー、まあこれ当然そうですけども、まあ、そのままあある意味では子育ての環境とかそういったのも、まあ、1970年生まれの方が20代の時にはまだ完璧じゃなかった部分もあるんでしょうかね、まあ、こういったのを要因と出していますがただあのドイツとかスペインそれから ですねえー、イギリスもそうですがここはですね、えー、移民をたくさん受け入れていいるととうことですよねですからーそのことに伴った形で、えー、日本よりも低く見ているということですので、えー、結果として日本が突出する形に見えているというのが事実じゃないでしょうか。もしドイツ ここが移民を受け入れていなければあやはり日本と同じ状態になっていたのではないかというふうに考えているところでもございます。でやはりこの日本経済新聞がこの部分に突出しているのはやっぱり理由が あるんですねこう報道してるのはやっぱりグローバリズムはね第一これ何回も言いますけどそして国連ですね OECD だから OECD よくありますよね OECD の加盟国の中で日本が非常にその所得も低いであるとかそういうようなことをいろいろと言っている人もいるわけでありますけどもまあ国際連合だけどこの連合軍ですね連合軍は 東京裁判史観に基づいた形で戦後価値観でやりなさいよということで、えー、女性の社会進出っていうのを促進していたわけであります。で、今あ問題なのは日経はよくですねいろんな論調で出てくるんですけど、移民をもっと受け入れるべきで移民の要するにいない国っていうのは少子化にもなるというようなことで報道されてるんですよ。まさしくここですよね。 ここもう完璧にこのグローバリズムマネー第一主義の傘下にこの業界全部入っているわけでありますけれどももうこの本当に日経新聞が先兵となっておりま,すまあ我々日本派とはですねもうそれは当然確実要するにこの日経新聞が言っている、うん、移民 これは受け入れるべきではないということで入管法の反対などもですね改正の反対なども水島社長もやっているという意味で考えればですねまさしくここの方視点での報道ということでありますだから結果として移民を受け入れれば少子化というものが避けれるんだというようなですね論調では困るわけでございますそれでですねまああの この少子化の関連で言いますと、まあ、男女共同参画事業っていうか三角男女共同三角ですす。ね、内閣府にあります、まあ、これがですね今この少子化対策を担っているわけでありますけども、まあ、もうこれ均等法ができてもう20年経つわけでありますから、まあ、そういうことで考えれば本来であればですね、えー、この少子化を防ぐためにまあ 20年もはっきり言ってねあのいろいろと活動してるわけですから解決できていいはずであるにもかかわらず年々減っていくと。でとうとう昨年生まれた子どもはですね80万人を切るのではないかとも言われているわけでございます。でちなみに 札幌で言いますと、えー、これはまあ令和3年の数値です。ですから令和2年との比較ということで、えー、特殊出生率3年ですね令和3年は1.08ということで、えー、これは令和2年の数字,数字が1.09ですから低下したわけでありますね出生率が。でまあ札あ幌 の場合は、まあ、昭和35年以降ですね統計数値を出しているわけですありますが、まあ、昭和40年の1.93をピークに昭和46年か四49年のこれがまあ先ほども、まあ、入っているんですけども、まあ、第二次ベビーブームですねこれからまあ低下しているということであります。 いろいろ増減があって上昇に転じたことがあったにしても、まあ、現在はもっとですね低いっていうことで考えればこの本当に男女共同参画のですねこれ何の意味があったのかというところがですね僕は本当に問われなければいけないというふうに感じているところでもございます。まあ、札幌ののの場合、こ年数値で言いますと、 1>, 1万1,988人ですね生まれたということでまあこの令和2年から比べますと令和2年が1万2,259人でありますから271人は減少したということでまあそういう現状ということでございますま。ああ約13万人近いのが 厚別でありますから、まあその1 10まあ札幌市全体で言えば197万人ということでまあ結果的にその中でお前になってるのは年間大体この1万1,000から2,000っていうのでこれは財政当局の方も言っていたところでございます。でやっぱりそういった中で、えー、やはり少子化が大きな問題だとするんであればですね 僕としては、まあ、お金出すっていうことも大事だとは思いますし、まあ、それこそ岸田首相の異次、ね、元の少子化対策に挑戦をしていくと言ってるわけでありますから、まあ、お金だけではなくてですねやはり両方が働きながら子育てもできる環境をいかに作っていくかということが、まあ、僕は一番重要なんだろうなと。 だからそういったことが考えれば分かるはずであるにもかかわらず特に女性の方でしたら結婚して出産となりますと当然おなかの中に入っている期間またはお生まれになった後もですねいろんな検診を生かせたりいろんなことがあったりするわけであって大変な部分はあるかとは思うんですがやはりですね えー、いかにこういった中でも働きやすい環境を作っていくかということ僕がですね求めるのはそこが重要ですし、まあ、その体制のためにですね、えー、男性の育児休暇でありますとかこういったことも政府でまあ考えたりもしているわけでございますただあ何回も言いますけど男女共同参画事業っていうのは全くもってこの少子化対策には寄与していないと。 でそれよりもですね、えー、この以前裁判のお話でも僕もしたと思いますけどもあのやはり男女が結婚して子供を産み育てるこれ普遍的価値観じゃないですかでもこ,のこれを普遍的な価値観ではないっていうふうにです、ね、言ってる人たちもいるわけですよねでもそれを主導してるのも男女共内閣府の男女共同参画だと思うわけでございます。 でえーまあ、先ほどの記事に戻りますと、うんまあ、この出生動向基本調査をもとにですねある研究所の方がですねいろいろと分析しているわけでありますけど、まあ、先ほど言った無視ですね子どもがないっていう無視女性を まあ、丸一の結婚困難型、えー、もう一つが無視・思考型、えー、そして、えー、出産・延期型で不妊・健康ですね理由型、まあ、これにこう分類していると、うん、いろいろと調査をした結果ですね、まあ、あ結婚困難型が、まあ、25歳から49歳までの どの年代を見てもやっぱり一番多かったということでございますあとは無視思考の方もいたりということもあるわけでございますけれどもこれがねやっぱり 一番重要じゃないですか？結婚していただかないと。まあやっぱり子供はできない。もちろん今そういった手続きを踏まずに産む方もいらっしゃいますけど、僕はですね。まあ、状況にも応じて全てとは言わないにしても、きちんと調査をしていく必要性があると思います。やはり家族っていうのが僕は基本だと思っていますんで、まあですから、そういった中でですね。えー まあどのようにしてこの少子化対策をしていくかっていうのはやっぱり働きやすい子育てしながら働きやすい環境を作っていくっていうことが重要であってこういったことをしっかりとですねいいいいろんんななな視点かか。ら提言ししていくとううことが重要なんじゃないでしょうか私はですねそういう意味においてですね今後もこの部分、うん、注意をして見てみたいと思ってるわけでございます。まあ、札幌市はですね、えー、昨年、 まちづくり戦略ビジョンというのを、これが作りましてですね。で、議決事項で議決したわけであります。で、私、議会での質疑の中で、秋元勝博首相はなんて言ってたかって言ったら、人口減少の下でも快適な暮らせるまちづくりを目指しますというお話をしておりました。私ね、あの思うのは、やはりもっと何がしかきちんとやらなきゃいけない事業とかをしっかりとやっていくと。 いうことが重要であってそうしないと社会像が生まれませんし社会像がないと結果的に自然像もないとうそしたら今あるお金をそのまま使っていけばいいという発想であればですね結局のところ現状維持さえもできない私は状況になるのではないかというふうに考えているところでもございます。まあ、このやはり私たちのもう本当に老後を支えてくださる方々ですよ。 もう本当にこの子どもたちの重要性っていうのは私もやはり小学校2年生1年生の子どもがいますから彼らが大人になった時どういう世の中になるのかっていうのが非常に心配なところでもございます。今ねいろいろとネット上でも話題になってますけどもこの男女共同参画の。 ことについてもしっかりとですねいろいろと検証しながらですねまあ札幌市の発展そして日本全体の発展にですね縮ける施策というものをですね私たち地方議員でありますが自民党会派という強みを生かした形でですね提言をしてまいりたいと思っているところでございます。<music> 以上ですねすべ、えー、て終了いたしました、えー、まずは告知がございます明日ですね、えー、14時から、えー、国盛り市の皆さんの回答演説が紀野区屋書店前であります弁士は沢田英二さんと国盛り市の皆さんでございますで次にですね、えー、告知がするのは 久しぶりにキャスターと語る会をですね、えー、やりたいと思っております場所は中央区民センター、えー、1月22日6時半から、えー、やる予定となっております、えー、講師としては小野良さんそして私川田忠一さん沢大一さんがですねあのー、もう少人数ででもできるように車座になりながらですね、えー 皆さんといろいろと意思疎通を図りながら交流することでですねこれからの北海道と日本を考えてまいりたいと思います。でまあちょっといろいろとですね会場費の等も都合もございまして大変恐縮ですが参加費としてですね、まあ、1,000円ということでございますんでこちらの方はですねご容赦いただきたいと思っているところでございいいます詳細はあの画面の方をご覧になってたただきたいと思います。 で最後にもう一つ、えー、告知がございます。えー、実はこれは私川田忠久の整形セミナーでございます。以前ですね11月に、まあ、小野寺さんを講師としてお招きしてですね、えー、今の特,特に土地の爆買いのことでありますとか、まあ、100年記念と解体などですね、えー まあ「北海道の歴史資産がとんでもないことに」というタイトルで行っていただく予定だったんですが、まあ、結果として飛行機の都合で,です、ね、来ることができなかったので、まあ、あのリベンジでですねやりたいということで、まあ、小野らさんの方な希望もございましたし私もやはりもっと詳細に聞いてみたいなというところもありますんでこちらの方をですねもう一度やらさせていただく形になります。 えー、日曜はですね、2月12日、2月12日日曜日でございます。えー、時間は14時半から16時ということでございますので、えー、どうかですね、えー、こちらの方も多くの方にお越しいただければ幸いでございます。えー、これで全て告知も含めて終了したところでございます。まあ、本年もですね、えー、日本の独立と尊厳、 これを待つ主軸とした形でですねこれからの北海道日本をですね皆さんと一緒に考える番組にしてまいりたいと思いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました